んかお出かけしに行ってからめっちゃ1ヶ月前ぐらいにお出かけしてから顔の下半身の肌荒れがやばくてちょっと治らなくて、ゴミついてるみたいになってるけど許してください。そんでもって今アヤカーニバルに向けてボイトレしてるんですけど、ちょっとなんか腹式呼吸うまくできなくて、なんか癖で喉から声出しちゃうから喉枯れてるんですけど ちょっと喉枯れてるけど許してください。5分10秒ずつやりますね。なんだっけ、大富豪。5分ずつだとね、他にね、対戦してる人がいるらしく、いるっていうことを予選で学んだので、めっちゃ目になんか入った。ボイトレは、私は貧血になりやすい人なので、体調悪くなっちゃう ずっと立って息吸って吐いてってやってるから。アヤカーニバルだった方は楽しみましょう。それまでになんとか落ち着いてるといいですねと思ってる 今日はちゃんとあれです、あれで電波時計みたいなので時間計るから、今日はお仕事終わってお昼ご飯食べてすぐに大富豪しました めちゃめちゃ大富豪してる。なんかね、ずっとね、しーちゃんに教えてもらったゲームをしてたんですよ。クリスマスじゃなくてハロウィンの時に教えてもらったゲームをずっとねしてて、でこの前ちょっと何だっけ、リズのツーム消していくゲームをユウとやってハマっちゃって、でも今は 我慢してる。でも今日はボイトレの前にユウがツムやってたから一緒にツムしましたけど、ちょっとハマってるゲームが2個もあって今は本当に抑えなきゃいけない時なんですけど ちょっと大富豪疲れたなって時にそのしーちゃんに教えてもらったゲームとツムしてます。え、待って、時間大丈夫そう？あ、危な、あと1分だ。私は今大貧民なので、富豪のなりすまし使って富豪として現れるので皆さん、あ、お願いします。これあれやろう、なんだっけね、本当に画面に近づきたくない。これですね、ツイッターのね、ツイートしました。できたかな？ツイッターのツイートできてますか、私。え、今な、あと、ちょっとで始めます。あ、やばいやばい、始まっちゃった。ちょっと待って最悪、間違えて押しちゃった。ちょっとみんなやめて、押さないで。私間違えて対戦しちゃった。ちょっと押さないで、みんな。最悪最悪、押しちゃった、間違えて。ちょっとまだ行かないでね、みんな。押しちゃったよ、間違えて。待ってね、ダメだよ。押しちゃった、最悪。じゃあ10、ん？なんだっけ、10分10秒、6時10分10秒まで待っててください。あ、やっててもいいですよ、別に 最悪。やらかした。しかもめちゃめちゃ弱いし、カード。やらかしちゃった。なんかたまに、なんか本当にいいですかみたいなの言われるから、それないかなと思って、まあ、急いでキャンセルすればいいかと思ったんですけど、なんかキャンセル間に合わなくて。とやらかしました。しかもカード弱いから時間かかっちゃ
あれ？でもアリーのカード持ってる人いるんだけど、私のカード持ってる人は大富豪のまま上がっていただいてください。忖度して私を勝たせると、大貧民になっちゃってポイントがね減っちゃうので お願いします。勝っていただいていいですよ。え、マジでカードやばい。引きがなんちゃらってスタートって、やばい。ちょっと早く終わらせて10分10秒までに戻ってきます。はい、戻ります。なんでさ、みんなそんな強いカードの、全然ダメ。頼む。最悪。勝てない。はあ、はあとか言って。あ、勝ってた。勝てました。よかった。 次は10分10秒です。対戦ありがとうございます。ああ、やらかしちゃった。本当に、あとちょっと待てばよかったのに。昨日2回会えた。でも名前見たことある人いるなと思って。今日もお昼に連続で当たった人とかいた。連続で当たっちゃいますね、普通に。今は富豪なので。符号じゃない方待ってます。あと1分と10秒ぐらい。危ない。もうやらかしはやめよう。下手に触るのは良くないですね。あとちょっと。符号じゃない人待ってます。やばい。大富豪って緊張する。私今このショールームするために携帯3台持ってるんですよ。やばくない？携帯3台でやってる。あ、やばい、あとちょっと。10秒だよ、みんな。10秒になったら押すから、よろしく。来ない。全然来ない人が。いなくない？あ、一人いました。嬉しい。ママの携帯借りてます。ママ出かけてるけど、ちょっと借りた。これは配信してるやつは昔の携帯で、こちらは今の携帯でございます。で、ショールームやりながらだとさ、なんか本当にさ、シュタンプ押したっけってなっちゃう。こんばんは。
やってると近づいちゃうんだよな。この大富豪の人強い人だった気がする。めっちゃ合うですよ。はい、名前は言えないんですけど、全然上がれない。大富豪にずっと行ったり来たりしてます。なんかゆ、何とも言えない顔になっちゃう。カード強い人っていいな。マジでカードだよね。マジカードによるよね。カード、正直富豪でも貧民でもカードがよかったら勝てますからね。これ革命されたら終わりだな。対戦した人いっぱいいる。怪しい予感。大丈夫。むずい。大富豪難しい。これどうすればいいんだろう。なんか久々に大富豪この前やってやり方忘れちゃって、どんなんだっけと思ってたんですけど、やり方を思い出しました。ママに聞かないと本当にやり方忘れてて。上がりました。富豪です。また富豪です。富豪の、富豪じゃない方また待ってます。ありがとうございました。私推しの人があと上がれば上がってください。あ、上がらなかった。上がれなかった。大富豪のルール忘れちゃって調べたんですけど、なんかね、大富豪はルールがありませんって出てきて、知恵袋みたいなやつにね、あるだろうとか思ってあるだろうとか思ってけど、ないって書いてあったので、あ、ないんだなと思って、ちょっと信用ならんなと思って。不幸です、みんな。15分10秒、待ってますね。あとちょっとっていう。5分ずつって全然休憩できないよね。周りは暇の時は休憩しずにポポポポポーンってやってるんですけど、5分10秒ずつってどんどん増えてっちゃうかな。うん、はい。15分10秒、20分10秒、25分10秒って感じです。難しい日本語だって。5分10秒ずつってことは10秒20秒ん10分20秒15分30秒みたいになっちゃうか。あ、過ぎてた過ぎてた、やばみ喋ってたら。あ、でもいた、すご。喋ってた喋ってたら喋ってたら過ぎちゃった時間、過ぎちゃったけど人いた、ちゃんと。よかった。喋ってたら過ぎた面白い。でもいました、一人。よかった。おもろ。あとちょっととか言いながら喋ってたの。え、すごい、なんかカード弱いカード弱いんだけど、どういうこと。仕方ないんだけど、ビビるぐらいカードがある。あ、でも、ん？
不合だからね、仕方ないんだな。なんで近づいちゃうんだろう、画面に。癖なのかな。なんかすごい。なんか2枚ないんです、私1枚ばっかなの。なんか本当にやめてもらってよか、やめていただいて。わ、上がってった。あ、でも、うん、なんか革命するかなと思って待ってる時に限って革命せずに上がってかれる人がいるので、私は本当に信用ならない。信じれない、誰も。まだ近づいちゃった。ダメだと分かっているのに。また符号です。でも革命起こしちゃいそうなので起こさずに上がっていきます。符号です。あとは頑張ってください。20分10秒。符号です。なんだっけ、なんかの話しようと思ったんだけど忘れちゃった。なんだっけ、忘れちゃった。ありがとうございました、対戦ありがとうございました。今度はちゃんと時間守ろう。皆さん暇な時はぜひやっていただいて、あのでも、はい、あのハートがある方やっていただいて、でも9時からあるから頑張りましょう。え、なんでさ、アイリンメンバーさ、すごい無限にハート あるのにさ、ファンの人さハート全然もらえないのに、なんでそんなできるの、すごくないって冷静に思ってる。あと1分あと1分。ちょっと間違えて押さないようにしなきゃね。30秒。こんばんは、私は符号です。符号以外の方待ってます。あとちょっと、絶対逃してはならない。みんなも10秒に押してください。やばい、この携帯さ画面暗くなっちゃうんだよね、触らなかったら。やばい、あとちょっと始まる。あ、来たんじゃない。いや、二人いた。二人いました。嬉しい。あ、お腹鳴っちゃった。最近の悩みはお腹が鳴ることです。あのですね、私はすぐお腹が鳴ります。なんかね、すごいお腹鳴る。お腹を鳴らなくする方法を調べたんですけど、それをやっても全然お腹鳴っちゃうから、どうしたらいいものかわからないんですけども、ここから私が持ってるカードは全然出せなくなってきました。私なぜなら1枚のカードしかない。
1枚ばっか、すごく出せません。なんでさ、富豪なのにこんなカード悪いの。あ、でも大富豪。あ、ん、この人私の配信見ててやってるか。無理、出せるカードがありません。本当にマジでない。どうしたらいいですか。覆面されちゃった。覆面返しできないよ。すごい革命返しした。で、マルは見てるだけっていう。出せるカードがないから、出せない、出せない。頑張って、むしろ私推しの人がすごい頑張ってるんですけど、むしろ勝っていただいて。だって大姫の人が大富豪になったらあれだよね、なんかボーナスみたいなもらえるくない。あれ、優しい。それでも私をどうすればいいんだろう。あ、上がっちゃった。どうすればいいんだろうとか言って上がっちゃった。全然普通に上がっちゃった。あ、私また富豪です。また富豪。すごい忖度してくれてるこの人。めちゃめちゃいい感度持ってたのに。ありがとうございます。なんかごめんなさいね、せっかく当たったのに。カードが弱くて。カード弱くてごめんなさい。なんか全然勝てなくて、すごい親切にしてくれてるのにカード弱すぎて何の役にも立たない。カード弱いし出し方下手だから何もできないかったですね。次は25分10秒。大さん、ありがとうございました。なんだっけ、これか。あ、全然大富豪じゃないです。富豪ですね。大さん、ありがとうございました。ちょっとごめんなさい、私本当に大富豪下手で仕方がない。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと一回だけ見に行ってくださいね、配信。あと1分。このさ、なんだっけ、絵合わせみたいな全然さ当たんないんだけど。全然当たんないんだけど。あ、30、40秒。長い、この40秒長い。くるくるくる。準備してない、準備してない、聞いてない、聞いてない。どうだ、え、また当たった。あれ、一人しかいなかった。一人しかいなかった。やばい、なんか何とも言えんカード。ここに強い、お強いカードがいたら強かった、最強だった。これさ怖いんだけど。だってこのままさブブブンって言ってもさ、ジョーカー、あ、1枚減りましたね、ジョーカー。これは私を阻止して革命された。最悪、革命されたんですけど。
け目それました私は。これさ、これさ使ったらマジもったいないよね。できないんかい。なんか革命できる。カスすぎてどうしよう。めちゃめちゃカード強いんですけど革命されちゃったかな。あ、でもこの人優しいかもしんない。すごい忖度してくれてる。わ、何出してもいいやつだこれ。最高、ありがとうございます。何出してもいいやつじゃん。ありがとうございます。ありがとう。手を振っておきました。番組出演 CM です。でも必然的に番組出演することになりますね。あの CM のやつにならなくても。ありがとうございました。対戦してくださった方、あ、私はまた不幸なんですけど、皆さん不幸じゃない方相手してください。30分10秒から。いやね、革命できると思ったんですよ。なんか一回さ、カード押すとさ、なんか何枚か上に出てくるじゃないですか。その4枚に見えたんですけど3枚でした。え、革命できると思ってる。めっちゃ湧いたのに。普通に全然ありがとうございます。ありがとうございます。支援すごいいっぱい当たる。マジで当たりますよ。この時間合わせて大富豪するのめちゃめちゃなんかパラダイスもらうチャンスです。でも100万円のやつ面白そうだから気になってはいた。でもまさか被ってると思わなくて、何も知らせで、何も知らされてないんですよ。そういうの前は知ってたけど知らなかった。知らなかった。あ、そんなこと言ってるうちあと1分になっちゃいました。早み早み。こんばんは。もう準備万端。準備万端です。あとちょっとで始まる。10秒ですよ。30分10秒。わかりましたか？間違えて押さないようにしなきゃ。怖い怖い。マジで寒い。今日めちゃめちゃ寒い。昨日から寒くないですか。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。どうだ、来た、一人は見えた。あ、二人いました。ありました。ありがとうございます。でも大富豪の人いるんですけど、大富豪の人はあの都落ちしちゃうので上がっていただいていいですか。上がっていただいていいですか。ごめんなさい、なんか。配信見てるかな。端末1個だったらコメントできないか。ゆっくり行きます。めちゃめちゃ寒い。来ました、さっきやりました。
わかんない、合ってるのかわかんない、ちょっと新規なのでわからないんですけど、ちょっと大富豪中です。大富豪中にやってる。え、やばい、これアイル上がっちゃうんだけど、どうしよう。あ、そんなわけないか、ちょっと甘く見すぎちゃった。どうすればいいのこれ、大丈夫そう、上がって大丈夫そうなやつどうですか、分かんない、どうしたらいいですか、だって宮古ちしちゃうもん、どうする。どうするとか言って、どうする、忖度してくれてるね、これ。上がっちゃっていいですか、ごめんなさいね、本当に。心が苦しい、私推しのカードしてくれてる人が大富豪だったんですけど、私がちょっと いや、パスすればいいの。確かに。でもなんか結構ね、いいカード持ってたんですけど上がんなかったから、終わっちゃった、戦い。いや、パスっていう選択肢を頭から消えちゃってたわ。次は35分10秒です。え、マジで早くない？大富豪やってると時間過ぎるの早すぎてビビっちゃう。大富豪です、宮古落ちしちゃう、マジで何回も言うんですけど本当に下手くそなので、毎回宮古落ちしてます、お願いします。あ、やばい、あれバカじゃん、ピンフォーユー、ピンフォーユーイベント中ってやつまだやってたんだけど、これ見えないか、イベント中じゃないよ。何言ってんのマジで。恥ずかしいから消しとこう。ウィボーやイベント中ってやつ、そのままにしてたツイートのやつ。気づいた？みんな。バカじゃん。え、やばい、声出なくなってきた。恥ずかしい。なんか、消しと、だから消した。あとちょっと。恥ずかしい、これ配信終わってからじゃないと直せないんだよね、マジで。何やってんだよ本当に。今大富豪です。あ、本当に声カスカスになってきた、やばみやばみ。35分10秒にやります。大富豪だから1秒早くやった方が良かったのか、やばい、人集まんない、1秒早くやればよかった。こんばんは、あ、いる、一人いた、一人いました。あれ、接続切れそう、なんで当たんないんだろう。アイルが9秒にやればいいのか、大富豪だから。え？え？これコンピューター？え？怖い。コンピューターが一番読めない。ちょっと大富豪します。あ、優しい。パスしてくれて。オートな感じです。
れちゃった。あれ、こんばんは。ちょっとさ、顔芸すんのやめよ。え、革命されたんだけどどうする？革命されたんだけど、忖度じゃなかった。ダメ。え、縛りか。ねえ、あれさ、勝てるカード持ってんのにさ、数字と数とって何？数とって何？数とって何？あい、来て来て来て。でもあり。やばい、どうしよう。変なカードしかないんだけど。これは大富豪の7です。やったー！ありがとうございます。ギャルっぽい喋り方、本当ですか？全然普通だと思った。多分名古屋弁です。わかんないけど名古屋弁です。大富豪です、大富豪です。ちょっとあと私推しの人に買っていただきたかったんですけど、ちょっと無理でした。大富豪続くとね、緊張しちゃうんだよね。緊張しちゃう。イエイ。大富豪です、大富豪です、大富豪です、です。全然3位から上がんないんだけど。全然上がんない。やばい。あ、まだ大丈夫だった。ピエン、ピエン、すごい。大富豪なってる人いっぱいいる。じゃあ、あれば9秒に押せばいいのかな。え、なんか大王の人がルーム作るみたいな感じですよね。じゃあ9秒に押せばいいんですね。いいですか？私9秒に押すので、皆さんはちゃんと10秒に押してくださいね。それでいいのかも。始まっちゃう。緊張してきちゃった。早すぎた。え、なんか大富豪なのになんか一瞬にしてルーム作りやがって、なんか秒でルーム作って、なんか勝手に対戦始まって、びっくりしちゃった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 。多分宮古地するな、この予感する。でも普通に生きるんだよ、頑張れば、頑張れば。いけるんじゃない？
じゃないか。いける気がする。いけました、大富豪です。ありがとうございました。次は40、なんか大富豪で上がると1分40秒で終わったよ、大富豪。次は45分10秒です。時間早くないすぎるの。このアイルが今配信してる携帯さ、古いからさ、すぐ充電なくなっちゃう。多分切れちゃう、充電すぐ切れちゃうから配信長くできない。イエーイ、上がりました。全然自分のランクが上がらない。あれはなんでこんな、あのアホゲーがすごいんですよね、昔から。なんでだと思いますか。短い毛が多いんですよ、頭。ピョン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 して鳥かなみたいな。大富豪です。はい、です。私最近すごい早起きしてて偉いです。突然偉いです。私最近早起きしてて偉いんです。やることあるからなんですけど。うん、終わりました。あと2分まで。早起き嫌です、私は。早起き嫌だ、眠いもん。眠いから嫌だ。ちょっと普通に10秒やろ。10秒でやる。最近ね、なんか歌、軸をしっかりするのと、ダンスの可動域を広げるのと、なんか歌、腹筋が欲しいからって言って、カミフラで筋トレとストレッチをしてるんですよ。あのリハが始まる前に集まって、めちゃめちゃしんどい。いいんじゃない。あ、なんか来た気がする。どうだ、あ、一人しかいない。一人しかいない。これ本当に大富豪のカードですか。本当に大富豪のカードですかってぐらいなんですけど、大丈夫、私これ勝てない。大丈夫そう、マジで。マジでしょぼい。どうしますか、交換しますか、カード。できればしてほしい。願望、なんでさ、こんなにさカード悪いの。あれ、なんか悪いことしたかな。なる、めっちゃある、やばい。勝てっこないです。
ってジョーカー持ってるもんこの人。来ました、私の勝ちです。これは私がもらいました、この勝負。この手札でよく勝ったな。ありがとうございました。びっくり、よく勝てたなっていうカードでした。ちゃんとスクショ撮ってればよかった。あれ、なんかカード弱すぎるとスクショ撮っちゃう癖があって このカードひどくないっていうスクショを撮ります。よく、よかった。なんか最近香水変えたんですけど、なんかねまだ匂う、すごい。なんか朝7時ぐらい、8時とかにつけたんですけど、めっちゃ8時は嘘か、7時につけたんですけど、めっちゃまだ香ります。なんかお風呂入ってもなんか匂うの、それは嘘だけど、なんか多分錯覚だけど なんか風呂入った後でもポンって香ってきますね、香ってきますね。あ、私大富豪です。めちゃめちゃ時間あるんだけど、ビビる。対戦ありがとうございました。勝てた。嘘 なんだろ、なんていうの、錯覚？なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。なんかあるじゃん、そういうの。なんか、ドッペルゲンガーじゃなくて、なんか錯覚っていうか、なんだっけ。なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ。なんとかっていうやつ。なんだっけ、先入観じゃなくて、なんだっけ、思い出せない。なんだっけ、勝手にそういうふうに思っちゃってるだけだよねみたいなことって、なんて言うんだっけ、なんかそうだと思ってるからそうだと思ってるんだよねみたいな、なんか日本語難しい。なんていうの？勘違いじゃなくて、無意識じゃなくて、なんだっけ、思い込み的な感じ。何？思い込み的な感じのさ、いや、日本語をさ、固く言った時は、どうやって言うの？なんだっけ、本当に思い出せない。2文字、漢字2文字出てこない。なんだっけ、カッコなんとかとか使いがち。なんだっけ、全然思い出せない。なんだっけ、本当に思い出せないんだけど、どうしよう。なんだっけ、漢字2文字のやつ、なんだっけ。いや、お腹すいたって人がいるんだけど、私もお腹すいたよ なんだっけ、とかし、始めちゃった。あれも、いらないんだけど、これ、ちょっとこれじゃなくて、なんだっけ、漢字2文字のやつ、なんだっけ、なんていうの 漢字2文字かも怪しくなってきたよ、もはや。なんだっけ、マジで何かわかんない、どうしこの富豪の人絶対迷惑落ちさせてくるやん。なんだっけ、マジで。ねえ、ほんとに、やだ。全然思い出せないんだけど。なんか漢字2文字で、カッコなんとかとか使うじゃん。何？なんかさ、使わない？思い込みじゃなくて、なんていうの？ほんとに忘れちゃった。偏見！それ、偏見。偏見だ。偏見。偏見じゃん。偏見だよ。それだよ。偏見。偏見？ある意味言いたかったのは偏見なんだけどさ、
偏見って言いたかった。そもそも何の話してたって感じなんだけど。え、かっこ偏見みたいなの使うよ。使わない？私は使うんですけど。え、なんだろう。なんかいい香りだからなんかまだ匂ってる感じがしちゃうっていう偏見。思い込みの方が新しいか、合ってるか。すごっ。会えるの？あの下手な。あ、しかも大富豪で上がった。あれ、何の下手な説明でよく分かりました。すごいです。なんか、なんだろう、なんていうの、なんかない、日本語下手なのかな。でもあれ、国語のテストだけは勉強しなくても点数良かったし、なんか300人ぐらいいるとするじゃないですか、人が、クラス、学年で、あれ50位とかだったんですよ。勉強してないのに国語だけは。すごくないですか。逆にさ、このさ、なんだっけって言っててさ、ちゃんとさ50分10秒ぴったりにさ、大富豪やってる人たちさ、すごくない？え、ってかもうあっという間に1時間経っちゃったんだけど、どうする、みんな。でもみんなハートなくなっちゃうよね。別に何か勝手に大富豪してればいいか。めっちゃ2分ぐらいあるんだけど。初めて来ました、ありがとうございますね。戦ってくれてありがとうございます。こちらこそ。国語、なんか漢字は読めないし、あ、漢字は雰囲気で読めるんです。読めないわけじゃないや、漢字は雰囲気で読めます。書くのは無理だけど、振り仮名は、振り仮名はなんとなく。みんな何個ぐらいハート余ってんの？ベッドタイムの時に使ってほしいからな。即を捨てるってあと1分です。パー、なんかそれっぽく読めるんですよ、漢字って。そんなもん、日本人強いわ。だから本当に勉強、てかそもそも国語ってどこ勉強すればいいか分かんなくないですか？なんか範囲とか言うと、なんか何を覚えればいいのか分からんし、なんか教科書の文章とかちゃんとさ問題文に書いてあるから、それ読めば分かるくない？だからなんかどこ勉強すればいいか分かんなくて勉強してない、国語は。正直、あ、私大富豪なので待ってます、その他の人。一人しかいない。あ、でもなんか昔のさ古典みたいなのはちょっと何言ってるか理解できなかったけど、いや、また大富豪かっていうさ感じのカードなんだけど、大丈夫そう？大丈夫そう？あ、うん、そこが。みんな大富豪やってるとき独り言多くならない？アリアめちゃめちゃ言うよ。音楽聴きながらやっています、いつも。はかどる。めちゃめちゃお腹すいた。早く食べたいな、ご飯。皆さんは今日何食べるんですか？そんなもん知らんか。これ何やってもさ、いいやつ、あ、全然良くなかった。勝てなかった。違う。
どうしよう。 おもろ。難しい。ちょっとこれさ、コメントできたらいいのにね、大富豪で。何枚出してくださいとか、この数字から上のカード出してくださいとか思ったらいいのに。おもろ。あれ笑って顔赤くなるから嫌なんだよ。勝てないかもしんない。なんかカードの残し方めっちゃ下手くそだ。あ、う、え、それは神。別に助けてくれたわけじゃないんだっけ。スタンプは違うやつ書いちゃった、この前。だいぶ前だけど。てかあれ、このおこってなんでおこにしたのかわかんないもん、本当に。なんでおこなの？これさ、でもさ、ジョーカー2枚持ってんだよね、この人。あ、上がれた。ごめんなさい。あ、クラッカー鳴らしてくれてありがとう。え、もうさ、7時になっちゃうんだけど、どうしよう。7時で終わろうと思ってたんだけど。どうしよう。うん。おこやばいよ。なんだおこにしたの。なんかあれ、あの自分の考えた言葉がスタンプになるんじゃなくて、あの男の子とか女の子が怒ってるスタンプが欲しくて書いたんです。そしたら全然違った。なんかみんな可愛い言葉書いてるのにあれだけなんか意味理解してなくて。だから変なスタンプになって使い勝手が悪いですね。え、これ何時までやればいいんだろう。でも皆さんハットがあるし、そうですね、次は21時からがあるので。やりましょう、21時からやりましょう。なに、別にオコにした、なんかアイスのみにした記憶がある。でもなんかマネージャーさんにオコで、本当にオコでいいですかって確認された時は、え、ダメなのかなとか思ったんですけど、なんか、あ、こういうことだったんだって思って。大変ありがとうございます。なんか本当に私うるさくてごめんなさい。うるさくてごめんなさい。全然抜かせない。ありがとうございます。革命して、なるほどね、革命して。いや、よく使える、なんか嫌じゃない。嫌じゃないのかな。なんかおこ一回の方がいい、ね、あんま連打すると煽ってるからね、あのスタンプ。今大富豪なんですけど、ちょっとやめます。次は21時からやる。あ、ショルマやらないんですけど。ショルマやらないんですけど。誰か来たら起こすればいい。え、なん、うん、別に何でもいいんですけど、なんかあれ怒られてる気分になるの。なんか自分が考えたスタンプだけどめっちゃ怒られてる気分になるけど、別に何でもいいです。あ、持ってくれてるんだなって思うだけ。曲がる時に革命されたら奥でいいと思う。別に21時からは私はじゃんじゃんやります。今のうちにご飯を食べて21時に備える。あ、サイリウム。なんか1時間って短いね、めっちゃ。うん、仕方ないですね。引き続
き頑張りましょう。ママの携帯で時間見てるから、ママも携帯欲しいと思うので返してきます。ということでありがとうございました。わーい、また夜頑張ろう。ご飯食べたらちょっとやります。寝る前にも眠くなかったらやります。眠い時にやると間違えちゃうからね。ありがとうございました。あ、スクショ撮る、あ、いけるかな。ありがとうございました。バイバイ。カード設定して大富豪してくださっているすべての皆さん、ありがとうございます。頑張りましょう。バイバーイ。